株式会社 FM 群馬は群馬県を放送対象地域として超短波放送を行っている特定地上機関放送事業者。愛称はアルファベット表記の FM 群馬。旧愛称は FM 群馬。1985年10月1日開局。JFN 系列教区。コールサインは JOL FM。関東地方では1970年に 東京 FM が開局して以来15年半ぶりの新規開局の民放 FM 放送局である。群馬県では唯一の県域ラジオ局であるため FM 局にありがちな音楽一辺等の放送ではなくバラエティ豊かな編成が特徴。開局当初は予算の制約が大きく聴取エリアも県南東部の関東平野では 系列の東京 FM と重複しており、地方向けの B ラインネットが多かった。昨今は、在京局と遜色のない自主制作番組が放送できるようになり、経験豊かなスタッフが増えている。県内には AM 局がないため、県域 FM 局には珍しい報道部も設置されて組織が充実し、毎年夏に開かれる、全国高等学校野球選手権大会群馬県。 大会実況中継を JFN 系列で唯一放送し、さらにサッカー j にリーグザスパクサツ群馬の主催試合実況中継も放送されている。送信書は高崎市吉井町の牛伏山にある前橋局である。その他、山間部をカバーするために多くの中継局がある。なお、放送対象地域外では埼玉県、栃木県、 民放 FM のない茨城県の各一部が放送エリアとなっている。開局直前の工芸新聞には群馬県内より県外の受信可能世帯数の方が多い旨の記事が載った。牛伏山送信所企業団体の名称個人の肩書きは当時のもの。出典 1992年3月31日2003年3月31日2021年4月現在、詳細は公式サイトの番組紹介、あるいは番組表を参照。以上の番組を放送するときには、一部の東京 FM、または JFNC 制作の番組は放送休止、または時間移動になる。平日の8時台は開局当初から、 ローカル編成のためネットされていない。このような編成は、FM 栃木、三重 FM 放送でも行われている。ただし FM 栃木では、レターフォーザネクストは、ネットしている。また、特別加盟局のインター FM897 も、東京 FM とのエリア重複の観点で、ミネットとなっている。当該時間帯はもともと、ローカルセールス枠であり、当局でも、 全国高等学校野球選手権群馬大会、開催時、あるいはザスパクサツ群馬市間の J リーグ試合中継やイベント番組の出張放送を組み込むことも多いため、単発枠として機能させている。そのため、全国ネットの番組を見送り、ジョイントジャム、グローバルダンストラックスを放送している。そのため、ミネットとなった番組、ネット落ちした番組、 飛び降りを余儀なくされた番組、先行ネットを行った番組が存在する。かつて当局では当該時間帯も前日のスポーツ中継確保の枠、ローカルセールスの単発番組枠として確保していた。そのため2010年3月まで構成されていたカウントダウンステーションはこの部分のミネット抜けする格好となっていた。チャート番組としての掲載のためでもあり、大体として、 自社制作番組のサウンドステーションや JFNC の番組をはめ込む形で対応していた。2010年4月3日の改編でポップスベスト10が15時代に枠移動となり、当局でのネットが開始されるのと引き換えに長く放送してきたサウンドインマイライフが打ち切られた。2015年12月5日、日曜16時代に放送されてきた。 福山雅春の鈴木トーキング会 M が、福山雅春服のラジオへ曜ビード等を含む、リニューアルすることに伴って、当該枠のローカル編成を終了し、同時ネット枠へ移行した。当枠についてもローカルセールス枠の自社、制作番組の放送を継続していたことと、代替として放送する枠の確保ができなかったことからネットが見送られた。 2020年10月の改編で17時台の編成を丸々1時間繰り下げたことでネットが可能となり、スバルワンダフルジャーニー土曜日のエウレカから同時ネットされている。ただし、これらについても東日本大震災後などの特別番組を編成する場合はこの限りではない。FM 群馬の新聞ラジオ欄における番組表表記は掲載する新聞すべてで FM 群馬となっている。 また、サ,ンサイブックスのラジオ番組表では2017年春頃から表記を FM 群馬としている。クラブエアーは通常9時19時30分まで開いている。しかし、19時30分以降まで放送する公開制放送時は平常時間が延長される。また、東京 FM や JFN の番組が FM 群馬に出張放送する場合では、 通常時間外でもクラブウェアが開いていることもある。1日1月キャンペーンがスタートした直後に、ラジアンリミテッドデラックスが FM 群馬へ出張放送した際に、コーナー時切りのジングル代わりとして、FM 群馬の1日1月のジングルが全国ネットで流れた。開局当初から十数年は、営業部と放送部だけであり、情報源として新聞社配信のニュースと JFN、 ボランタリーネットワークに頼っていたが、現在は報道部があり、県内の話題を中心に独自の取材も積極的に行われている。他の県域 FM 局には先発の AM 局が報道部を持っていることを考慮した経営効率により報道部を持っていない場合が多い。しかし、群馬県には県域中波放送がないため、群馬県内のニュースに関する同胞性。 速報性をという面で、報道部の設置が必要であったと考えられる。報道部があるため、他のローカル FM 局よりもニュース、情報番組が多めということもこの壺の特徴で、毎時55分から数分程度 FM 群馬ニュースを流すことでも有名。近年、東京 FM が選挙特番を積極的に放送しているため、FM 群馬は21時台に通常を番組から切り替えて、 選挙特番を放送する。全国ネットの選挙特番が23時30分で終了する場合も独自に放送する。次局の報道記者が全国ネットの選挙特番にも出演している。県域ラジオ局としては珍しく、ラジオショッピングがない。オープニングとクロージングでは、いつも素敵なサムシングにかけて、サムシングの軍郷演奏アレンジ版がかけられていたが、 この曲は2015年4月からは使われていない。ありがとうございます。